It's great to be here in Tokyo Game. Pixel 6 with Tensor helped set the base and drive a lot of that. Thank you.
それでは皆様お集まりいただきましてありがとうございます。こちらのブースではですね、 Google Pixel Family、 Google Pixel のスマホ、ウォッチを連携することで使える便利な機能をご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速最初の機能のご紹介になります。最初の機能は Google Pixel Watch を使って、スマートフォンを探すという機能になります。今、こちらはですね、 Google Pixel Watch を、Google スマートフォンと連携することで簡単にスマートフォンを探すことができるという機能になります。例えば、お出かけの際にですね、スマートフォンが見つからないみたいな状況とか皆さんもあるかと思うので、ちょっと今から実際に僕の方でこの Google Pixel Watch を使って Google Pixel のスマートフォンを鳴らしてみたいと思います。はい、こんな風にですね、今、Google Pixel Watch を操作することでこちらの Google Pixel が鳴ったことが確認できたかと思います。連携をすることで、こうした便利な、使い方も、使うことができます。はい、はい、では続きまして通話対応のデモをしたいと思います。 Google Pixel Watch はスマートフォンとの連携がスムーズにできるように設計されています。例えばお家で家事をしていて手が塞がっているとき、電話がかかってしまって、遠くに電話があってなかなか作業を中断して電話に出れないことがあるかと思います。そんなときに Google Pixel Watch の、通話対応という機能が非常に便利になります。で、実際にお見せするために電話かけてもらいたいと思います。このように今電話がかかってきました。で、こちらを押すと電話に出ることができるんですが、本日は電話に出る必要がないので切りたいと思います。で、このようにスワイプだけで簡単に電話に出たり切ったりすることが可能になります。例えばお家の中で、なかなか手が塞がっていて、スマートフォンに手が届かない場合でしたり、外出中バッグの中にあるスマホが取り出せない時や、もしくは、スマホで地図を表示しながら通話をしたい場合、そんな時に活用できるかなと思います。はい、ありがとうございます。それではもう一つ Google Pixel Watch と Google Pixel のスマートフォンを連携することで使えるカメラの機能をご紹介したいと思います。通常例えば集合写真を撮るときだったりですね、あちらに展示されているんですけれども、スマートフォンを三脚に固定してスマートフォンの上からタイマーをかけて、集合写真に戻るで撮影をするっていうのが一般的かと思うんですけれども、 Google Pixel Watch と Google Pixel のスマートフォンを連携すれば、Google Pixel Watch の画面上からスマホのカメラが操作できるという形になります。実際に今ですね、こちらの Google Pixel 7とこちらの Google Pixel Watch が連携されていて、あちらにスマホの画面が出ておりますので、実際にこの3人で集合写真を Google Pixel Watch の操作から撮ってみたいと思います。はい、どうぞどうぞ。はい、撮りましょう。はい、いきます。はい、ありがとうございます。今見ていただいた通りですね、 Google Pixel Watch の画面上からスマートフォンを操作することで、こうして遠隔でもスマートフォンのカメラの撮影ができるという形でございました。はい、では次に Google Pixel Watch を使ったスマートフォン家電の操作のデモンストレーションをお見せしたいと思います。皆様外出の準備ができて玄関で靴を履いた瞬間に部屋の電気を消し忘れてしまったりだとか、ちょっとこう消し忘れたか心配だなと思うようなことあるかと思うんですけれども、Google Nest のスピーカーやディスプレイの製品もありまして、そういったものがもし玄関にあれば、そちらの製品に話しかけて遠隔で照明の操作だとかができるんですけれども、そういったデバイスがない場合っていうのももちろんあると思います。そういった時にこちらの Google Pixel Watch を使うことで、遠隔でそういった家電の操作ということもできます。なので、本日はですね、実際にこちらのライトとすで、に連携済みですので、こちらのライトの操作を実際に、行ってみたいと思います。Google Pixel Watch の画面からこちらの Google Home のアプリを起動させまして、場所を選んでいただいて操作したい実際の家電を選びます。はい、このように今ライトが、消されました。もちろんこのようにライトをオンにすることもできます。こういった形で遠隔で操作ができます。で、この他にも Google Nest のドアベルですとか Google Home に対応しているスマートフォン家電を使うことで、
例えばお家に荷物が届いた時ですとか、訪問者の方が来られた時っていうのが、アラートでこちらの、ピクセルウォッチに表示されるので、なので家にいる時も外にいる時も、そういったインターホンのこう気づき忘れっていうのことも防げることができます。はい、以上がこちらのエリアでのデモンストレーションとなります。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こちらではですね、外出中の設定でどのようにご活用いただけるかというところをデモさせていただきたいと思います。はい、こちらが Google Pixel Watch、 新しく Pixel のファミリーに加わった、スマートウォッチです。こちらフィットビットのヘルスケア機能と Google の豊富なアプリ機能が一つになったWear OS by Google を搭載したスマートウォッチになります。例えばですね、 Google Pay で決済をするであったり、 Gmail、G カレンダー、Google カレンダーを外出中に確認するといったこともできますし、 4G LTE オプションを使っていただくと、こちらスマートフォンを家に置いたまま外出中、こちらの Google Pixel Watch だけで、使っていただくということも可能です。本日は外出ランニングのシーンでどのようにご活用いただけるかをデモさせていただきます。まず一つ目は音楽ですよね。はい、ランニングの時音楽を聴きながら走るという方が多いのではないでしょうか。こちらの、Google Pixel Watch を同じ Pixel ファミリーの Google Pixel Buds に接続を、簡単にすることができます。操作は画面をご覧ください。このような形でクイック設定のところから簡単に接続をすることができます。そしてアプリを開いて、そうですね、まず Google Pixel Buds Pro と接続を行います。はい、さらにアプリから YouTube Music などの音楽アプリを開いて簡単に視聴いただくことができます。本日は演出の都合上会場内で音楽を流してますけれど、実際は耳のワイヤレスイヤホンでお聴きいただくことが可能です。このように Google Pixel Buds を Google Pixel Watch を使えば、簡単に設定をしてワイヤレスイヤホンで音楽を聴くことができ、かつ 4G LTE のモデルをお使いいただくと、スマートフォンを置いたまま音楽を聴き続けるということが可能です。さらに YouTube Music の一時ダウンロード一時保存機能を使っていただくと、 LTE オプションがなくても通信機能がなくても Google Pixel Watch だけで音楽を聴き続けるということが可能です。それでは実際にこれから Google マップを使ってランニングをしたシーンのデモンストレーションをさせていただきます。このようにまず Google マップを開きます。そして音声の入力、キーボードの入力というのが可能になります。今回のデモンストレーションは渋谷ストリームというふうにデモンストレーション上登録しております。そうすると渋谷ストリームという住所が Google Pixel Watch 上に見えるようになります。歩数、ランニング、車という形からナビゲーションが開始されます。実際の画面はこのように Google Pixel Watch 上でも見えるような形になります。そして実際にランニングしている最中、皆さんも気になるかなと思いますが、今回の Fitbit と Google Pixel Watch 情報を併用することによってランニング中に歩数でしたり距離というのができるのでございます。画面上で見えるような歩数、残り何歩数、残りの歩数でしたり、心拍数というのが瞬時に分かるようになっています。はい、そして走り終わったら実際にどれくらいの距離を走ったのか皆さん気になるかと思います。こちらの画面をご覧ください。このように心拍数が計測されていることが分かります。そしてこれは1週間単位だったり、心拍数の分数だとか、このように1週間でどれくらいの距離を走ったのかというデータもまとめることができます。他にも走行距離が分かるほか、家に着いてからでもスマートフォンでさらに詳しい診断結果というものを確認いただくこともできます。
このように Google のピクセルウォッチでは外出時やワークアウトの際に非常に便利にお使いいただけるスマートウォッチです。さらに測定結果をもとに生活習慣の改善や見直しも役立てていただけるスマートウォッチになっているかと思います。そして Google ピクセルウォッチのさらに便利な機能として最後に非接触決済のご紹介をさせていただきます。Google Pixel Watch では Google Pay に対応しており、Suica をご利用いただけます。そのため、例えばちょっとワークアウトですね、ランニングをした際に喉が渇いたときに、このように手軽に素早く買うことができます。お財布やスマートフォンで買うことができなくても、スマートフォンを落とす心配もありないですし、非常に便利にお使いいただける機能になってくるかと思います。もちろんワークアウト以外でも普段の外出の際にご活躍いただける機能面となっています。実際のちょっとデモをお見せできればと思うんですけれども、スイカはこのようにダブルタップをすると出てきます。で、先ほどの心拍数っていうのもこういった形で開くを押すと、私が実際に走ったデモンストレーションでの心拍数とか時間というものが表示をされています。はい、こちらのエリアでのデモンストレーションは以上になります。ぜひ皆様に新しいピクセルウォッチをお試しいただけたら幸いです。ご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。